やっぱりカトリーさんはすごい人です。まさかあんなとんでもない推理が当たるとはな。私絶対に謎を解いてみせますので。つまり時計の針は巨大なモナカで作られていたのよ。そんなわけねえだろ。確かにモナカと思われる成分が検出されていますね。すごっ。犯人が誰なのか